余裕のある見事な走りと思いましたけど、レースを振り返ってみてどうでしたか。まあ、今日はちょっと中断、風強かったんで中断取って乗るように考えてたんですけど、まあ、そういう展開になったので良かったです。どの辺りで勝負しました？2000段ぐらいで瀬戸君を抜いた時にも勝ったかなと思いました。いや、もう番手ハマった時にもう楽そうだったので、まあ、もうその時に確認したかなと僕は思いましたけど、本当に見事でした。それでは理想の8000万とも始まりますか。次は四日市です。四日市を走ります。いや、もう今の勢いならまた連覇を目指していると思いますけど、ぜひまた連覇を目指して頑張ってください。はい。それでは最後に、コーチのファンの皆様に一言お願いします。次も優勝できるように頑張るので応援よろしくお願いします。それでは今後また頑張ってください。ありがとうございました。